本当にありがとうございました。これからも K-1、タケルでもう格闘技界全体をみんなで応援してもらえて、もっともっと盛り上げていってもらえたら嬉しいです。今日はありがとうございました。格闘技最高。と感謝したいなと思います。わがままですけど。最後は勝つ姿を見せてから終わりたいなと思います。僕がこの真ん中で喋らせてもらってるんですけど、まあ、正直自分はまだそのウルトラじゃないと思ってるんですよ。だから後半の3選手が負けてしまったことに関してはすごく今悔しい気持ちですね。自分のことのように悔しいですし、まあ、自分がここから先 K-1 の代表と言えるような選手になっていきたいなと今そういうふうに強く思ってます。